クラウドオートメーターの柳瀬です。それでは本日はクラウドオートメーターへ AWS アカウントを登録する手順をご紹介していきたいと思います。はい、こちらは AWS マネジメントコンソールにログインした状態となりますが、マネジメントコンソールのトップからアイデンティティアクセスマネジメント IAM へアクセスします。はい、こちらが IAM のコンソールトップ画面になります。IAM ではですね、IAM ユーザーの作成、IAM グループの作成、IAM ポリシーの作成という3つのことを行っていきます。まず最初に IAM ユーザーを作成していきたいと思います。左メニューのユーザーズから、Create New Users をクリックします。IAM ユーザーに割り当てる名前を入力しまして、Create をクリックします。ダウンロードクレデンシャルズをクリックしまして、AWS の認証情報が記載されました CSV ファイルをダウンロードします。そうしましたらクローズをクリックしまして、このようにですね、IAM ユーザーが作成されたことがわかると思います。次にですね、IAM グループを作成していきたいと思います。左メニューのグループスから Create New Group をクリックしまして、IAM グループに割り当てる名前を入力いたします。NEXT STEP をクリックしまして、ここでですね、IAM ポリシーを割り当てることができますけれども、後ほどまとめて行いたいと思いますので、ここでは NEXT STEP をクリックします。CREATE グループをクリックしますと、このように IAM グループが作成されたことがわかると思います。それでは次にですね、IAM ポリシーを作成していきたいと思います。左メニューの IAM ポリシーをクリックします。クラウドオートメーターでは大きく2つの IAM ポリシーが必要となります。まず1つ目がですね、ジョブの自動化の機能を利用するための IAM ポリシー。2つ目が構成レビューの機能を使うための IAM ポリシーとなっております。ジョブの自動化を使うためのですね、IAM ポリシーというものは、今回 AWS が提供している Power User Access というマネジドポリシーを使っていきたいと思います。そして、構成レビュー機能に関しましてはですね、ユーザー独自に IAM ポリシーを作成していきたいと思います。それでは、Create ポリシーをクリックしまして、一番下のですね、Create Your Own Policy というところをクリックしてください。ポリシーネームにはですね、好きな名前を入力します。ディスクリプションは特に指定する必要がございません。そしてですね、ポリシードキュメントに関しましてですけれども、構成レビュー機能をですね、リリースした時のブログですね、こちらの一番下にですね、サンプルの IAM ポリシーをご紹介しております。こちらをですね、コピーしていただきまして、マネジメントコンソールのポリシードキュメントに、貼り付けてください。そして、Create Policy をクリックしますと、このような形でですね、IAM ポリシーの作成が完了いたします。それでは最後にですね、IAM グループに、IAM ユーザーと、そしてですね、IAM ポリシーを割り当てていきたいと思います。左メニューのグループスから、作成されている IAM グループをクリックしまして、ユーザーズタブからですね、まず、IAM ユーザーを割り当てていきたいと思います。次にですね、パーミッションズのタブからですね、IAM ポリシーの割り当てを行っていきます。アタッチポリシーをクリックしまして、まず最初にですね、ジョブの自動化で使用しますパワーユーザーアクセスですね。こちらを検索しまして、割り当てていきます。次にですね、先ほど作成しました構成レビュー機能のポリシーを割り当てます。このような形。はい。以上でですね、IAM グループに IAM ユーザーと IAM ポリシーを割り当てるという作業が終わりました。それでは次にですね、クラウドオートメーターに、このですね、AWS アカウントの情報を登録していきたいと思います。クラウドオートメーターのコンソール画面にアクセスしていただきまして、画面右上のですね、アカウントから
AWS アカウントというところをクリックしていただきます。AWS アカウントの追加というところをクリックしていただきまして、まず最初にですね、この AWS アカウントに割り当てる名前を入力していきます。次にですね、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーですね。こちら、先ほどダウンロードしました CSV ファイルから入力していきたいと思います。そして一番最後のですね、アカウントナンバーですけれども、こちらはですね、例えば、IAM のダッシュボードのトップ画面とかからですね、取得することが可能になっております。はい、このような形ですね、アカウントナンバーを入力しまして、確認というところをクリックしていただきますと、AWS アカウントの登録が完了いたします。はい。この AWS アカウントを使ってですね、トリガージョブを、ジョブの自動化を設定したりですね、構成レビューを設定したりということができるようになっております。はい、本日はですね、クラウドオートメーターに AWS アカウントを登録する手順をご紹介いたしました。ありがとうございました。